こんばんは。2014年1月8日水曜日のスクールオブロックでございます。そしてもう早速黒板の方を読み上げたいと思います。あと10日。ごめんごめん、それ言わないでくれっていう気持ちすげえわかる。中にはいるでしょうね、そういう生徒ね。あと10日センター試験までね、あと10日。はい、そうです。まあなあ、まあ、言わなくても分かってますよっていうな。まあ本人らは自覚してるでしょう、うん、そうなあ、うん、まあでもまあそこまでもう迫ってきて。そうなんです。おる。いや、言いますよ、私は。あと10日です、うん、スクールオブロックの歴史、それはね、言い換えれば受験生と共にね歩いてきた歴史と言っても過言ではない。そうです。今年ももちろん全力で受験生のことを今までも応援していってるし、はい、うん、今日この日からもずっと応援していくことにはもう変わりはない。変わりないです。本当に全力で応援していきます。今日の11時7分半過ぎぐらいのね、はい、フランプール警備員のフランプールロックスでも、はい、多分今日受験生のみんなを応援してくれるはずだし、逆でも受験生につなぐのかな。まあ、なんて言ったって龍太警備員はね、はい、教員免許持ってるわけだから。そうなんですよ。本当にどこまでできるんですか、あの人は。アドバイスを多分してくれるはずだから。羨ましい。多分11時7分半過ぎ、うん、11時8分ぐらい多分な。大丈夫、君によってはもうちょっと早まる。正確な時間は求めてない。みんな把握してる、ここの生徒は。ギフ&リリースによって変わってくるから、あとっていうの全員分かってるから大丈夫です。ギフ&リリース、はい、そう、来週月曜日1月13日からの寄付&リリースは、受験生限定バトルクイズ寄付&リリース受験生応援エディション、サポーテッドバイメグリズム、蒸気でホットアイマスク、気分ほぐしてシャキ。さあ、来週月曜日からの寄付&リリースにエントリーできるのは受験を控えた生徒のみ。小学校受験から大学受験まで受験生なら誰でも OK です。受験生のみんなはキフ&リリースのエントリーボードに、受験に合格してこの春買いたいもの、これを書き込んでスタンバイしてくれ、はい、そして毎日ルトラサーバーによって選ばれた受験生1名が電話に出て、生徒が考えてくれた受験3択クイズに挑戦。見事正解すると給付金ゲット。しかし残念ながら不正解だった場合は翌日に無制限キャリーオーバー。これはいつもと変わらず。ただしこのキック&リリースね、出てくれて、生徒は正解不正解に関わらず、はい、受験を乗り切ってほしいという意味を込めて、うん、メグリズム、蒸気でホットアイマスク、気分ほぐしてシャキ、これをプレゼントする。ありがとうございます。そして3択問題が採用された生徒にももちろんプレゼントします。ありがとうございます。勉強のね合間にね、はい、疲れた目と疲れた心をね、はい、ぜひ癒してほしい。癒されてください。シャキッとしてほしい。来週月曜日からスタートするこのバトルクイズキック&リリース、頑張れ受験生応援エディション、受験生はもちろん受験生以外の生徒もどん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 問題を送って参加してほしい。お願いします。詳しいルールはスクールブロックのサイトに、はい、ババンと載ってるからみんな見てほしい。要チェックです。このねキック&リリース頑張れ受験生応援エディションは1月の16日の木曜日まで、はい、センター試験までね、あとね10日。何回も言うぞ俺は、みんな逃げるな、目を背けるな。10日しかないと捉えるか、うん、まだ10日もあると捉えるか。そうなんです。そっちで行こう、そっちで行こう。こっからだと本当の勝負は、うん、最後までね諦めずに頑張ったやつが勝つ。そういうこと。それが受験だ。スクールブロックは全ての受験生を応援していると。踏ん張って踏ん張って、もうダメだと思いながらも踏ん張って踏ん張って、そして最後に一緒に笑うんだよ。さあ詰まってこいスクールオブロック、本日も開講です。起立。よっしゃで。ごめん、さっき、はい、訂正があるわ。はい、11時多分7分大、もういいよそこはくらいだと思う。全員分かってる。さっき8分とか言ってたけどもで、ま、仮にずれたとしても苦情は来ないから大丈夫。7分半って言ったじゃんか。いやいや、みんな聞いてくれるから大丈夫。多分そこめがけて発信すると思うから。今日も行きましょう。頑張る、うん、で叫べOf Lock。 来週水曜日にリリースされる片平里奈様のセカンドシングル女の子は泣かない、はい、これね、1回かかったかな、みんなで一緒に聴いてね、はい、うん、それからちょくちょくねこうみんなで一緒に聴いてるんだけれども、はい、もうそんな里奈様は来週水曜日に生放送教室に大こけてやったー。待ってるよ、お待ちしております。久しぶりだ、多分久しぶりです本当に。
でいつもねスマホロックス更新してくれてるリナさんはだけれども、はい、どれぐらいぶりなんだろう。ぶりだろう、来てはくれてないですけれども、この建物でちょこちょこあって、そうね、なんかお菓子くれたりとかはたまにしてるんですよね。アジカンの山ちゃん先生と来た時以来とかかな、もしかしたら去年の8月以来になるのかな、はい、結構ぶりだとしたらね、うん、で年末のねスマホロックスでリナ様バレンタインの曲をねなんか作りたいとかって言ってたけども、はい、どうなってんのかなこれね。その辺の話もじゃあ来週行く？行きましょう。どうしよう。うん、片平里奈、女の子は泣かない。以上。スクールオブロックブルボンがお送りします。未来の鍵を握るレディオスクールオブロックのみんなで作る食堂鍵の家。今週のテーマは。卵料理パート3、君の家の自慢の卵料理の写メを送ってくれ。ボトルデマです。ロックのスペルは LOCK、 スマホで聴けるスマホロックス。本日更新しているのはページ教頭の吉田です。ページはあれだな、大人になったな。大人になりましたね。正月にね実家の愛媛帰ってたんでしょページ、はい、でそれでね帰ったね、うん、ついでにね、うん、俺たちにねお土産をね買ってきてくれてる。そうなんですよ、食レースの方にねぶっきらぼうにお菓子2つ置いてあってね、愛媛のみかんをねこうふんだんにこうまぶされてるクッキーを美味しくいただいて、はい、美味しかった。まあそういうことできるようになったんだろうな。なんか置いてある感じもちょっとなんか大人の男感ありましたよね。ポンって置いてある感じが ね年末に髪の毛切ってね、うん、ちょっとこう少年感がすごい出ちゃっていやいいでしょ。いや自分的にもなんかちょっと大丈夫かみたいなこと言ってたけれども、うん、なんか心はどんどんこう成長してるってことが、でっかい男になってきてますね。校長は嬉しいぞ。うん、2011年に出会って、うん、もう足掛け3年ぐらいか。そっか、嬉しいぞペイジ急にお父さんみたいになった。今年もなよろしくな。お願いします。いつか一緒に風呂入ろうな。さあ今夜の生放送教室にはグッドモーニングアメリカ先生が来校。先生の曲じゃないんじゃないの。これ何が誰の曲なんとしたら。これは誰の曲なんだ。誰の曲なんだよ。知らん。スクーターという洋楽っぽさ。誰だっていいんだそんなことは。グラボ先生ファイヤー。ファイヤー。いや高らかにファイヤー。ごめんな俺から発信しちゃってね。楽しい先生のファイヤーだけれども。いいですね冬のファイヤー。いいですね。いいでしょ。あったまる。俺のファイヤーとともに、はい、本物の楽しい先生も多分ファイヤーをしてくれてるはずです。ファイヤー。しかも多分それを写真とかに撮って、はい、多分ツイッターとかに上がってるはずだ。上がっているのかな。一応突然撮れている。みんなググって探してください。去年の6月に初来校、はい、そうです。でそれからね新曲ができたら、まあ、すぐにこの学校に届けてくれたりとか、うん、ありがとうございます。あと先行だったらサンデライブ審査ね、はい、に突然こう名古屋会場に遊びに来てくれて一緒にファイヤーしてくれたり、うん、東京の時もね来てくれて。そうですよ2会場も来てくれたんですよ。実はねそこでみんなでお忍びファイヤーしたりとかね。お忍びファイヤーってその言葉で曲でファイヤーで、はい、いつもね背中を押してくださるねグッドモーニングアメリカ先生お世話になっております。あの時もねあれだねあれサンチュライブ審査のあの時ねですね来てくれたの、はい、悲しい先生とね教頭のダブルアカパンダブルアカパンダブルファイヤー、はい、間違いなく先行ライオット2013の名シーンの一つでした。ハイライトになってたのかな。体のラインほぼ一緒だったからね。覚えてる生徒いるかないや覚えてるでしょ。覚えててくれてるかなみんな。教頭のアマチュアはみんな忘れてるけれども。いやそっち忘れてほしい、うん、そっち忘れていいよ。ファイヤー覚えといてね。そんなグッドモーニングアメリカ先生は本日、はい、メジャーファーストシングル123でジャンプをリリース。おめでとうございます。ファイヤー。 あんまやってなかったね。教頭のファイヤーには多分あんま反応しないのかな。雑に右手上げてくれました。掲示板でも見てるとね手に入れてる生徒がねたくさんいる。本当にフラゲフラゲ。これはねマジで力もらえる、うん、聞いてないってやつはねもうすぐにでも聞いた方がいいよ。いや本当ですよ。聞いてみてください。今夜はズバリ生徒のみんなの今年こそ 1,2,3 でジャンプしたいこと、これをね教えてほしいと思ってる、はい、例えばまあ去年はねベンチ入りできなかったんだけれども、うん、今年こそレギュラーにジャンプしたい、うん、部活かな。今はまだね友達の一人なんだけれども、うん、あの子の彼氏にジャンプしたいです、うん、かわいい。彼氏にジャンプはかわいい。まだギター始めたばっかりなんですけど、うん、早くバンドに、うん、かっこいいバンドに、うん、ジャンプしたい。ジャンプしよう。その方が上達すると思う俺は。今年こそ練習、うん、
5300万円にジャンプしたい、うん、いやしたいけどもうとてつもない跳躍力必要だからね。これは約1名いるんだよな、こうやってな。いやいるんです、話題になる目的のやつがな。何なの300万って。2014年まだまだ始まったばかりだぞ。そうですよ。お前がジャンプしたい毎日と毎日を飛び越えて掴み取りたい未来の自分を学校掲示板に書き込んでほしい。そして本日リリースされたニューシングル123でジャンプ、そして同時リリースされたライブ DVD 未来へのスパイラルツアー2013ファイナルアット渋谷オーイーストの感想、さらにグッドモーニングアメリカ先生のメッセージも待っております。学校掲示板メールは全てスクールオブロックのウェブサイトから、アドレスは PC 携帯ともに www.tfm.co.jp/ロック、切り札ロックのスペルは LOCK、 ファックスは東京03-3221-1800、東京03-3221-1800。こい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 。燃えたぎるね、燃えたぎる、燃えたぎる以外がないよ、ね、本当に。それは文字通りファイヤー。いやしてる。あー決まった。ほら俺がやっぱファイヤーするとやっぱ決まってくれるんだよ。楽しみ。軽やかに立ち上がってやりましたからね。あのそこにいるんならもう出たらいいんじゃない。もう本当に本当にガラス突き破って来ちゃえば。これ今回のね、123のジャンプの2曲目ね、はい、グッドモーニングアメリカ、アブラカタブラ以上。さあここからはスクールオブロック女子クラスの時間、我が校の1週目ガールズ、ゴリケアミちゃんの投稿3日目、改めて言おう、はい、この時間は、うん、ガールズロックスのページを見ながら授業に参加すると、うん、楽しさ3割増し、楽しさが3割増し、うん、こうどういうことでしょうか。これはやっぱりね、そのなんていうのかな、うん、普段ね学校生活していて、うん、まあ話とかするわけじゃんか、はい、女子とね、いろんな、はい、遠足とか、うん、修学旅行行った時に、うん、ちょっと待って、うん、何そんな柄履いちゃうわけ。なるほどなるほど。なるほどね。そんな靴履いちゃうの、お洋服のことかなこれは。そんな色使いなるのと。わかるでしょ、私服ってね、うん、饒舌ですから。実はそうでしょ、どんなにお話しするよりもね、うん、私服パッと見ただけでね、その人のことってすげえ分かったりするんですよ、うん、それはやっぱり嬉しさでこう遠くでファイヤーしちゃうってことだ。これ そ, う、ね、そういうことですね。そうでしょ、うんうん、書き初めを書くね、ゴーリキアヤメちゃん、いやアヤメ姫 ね、これはお美しいと思うよこれは、はい、あ今夜はね、あやめ姫がね、うん、生徒のみんなから届いた相談メッセージを紹介していく、あやめ姫のガールズロックス、ガールズロックス。今年はねカラフルが流行ります。うん、すんごい勝手なこと言いましたけど、私の予想です。2014年のファッション流行、勝手な予想、ただ自分が着たいっていうのもあります。色物とか。でもたまたまこの間お店行ったらすごい可愛いカラフルなシャツワンピがあったから、それが欲しいなと思ってカラフル流行らせようみたいな勝手なあの予想なんですけど、でも色物はやっぱり毎年春は流行りますよね。うん、そういうのが着たくなる季節でもあるし、ぜひね皆さんもカラフルチャレンジしてみてください。スクールオブロックの女子クラス、ガールズロックス1周目担当、今年もおしゃれ部の部長を担当させていただきます、ゴーリキアヤメです。もうね、今年に入ってもう1週間経ちましたよ。どうですか皆さん、ちゃんとエンジンかかってきてますか。まだねお正月お休み気分残ってる方も多いんじゃないでしょうかね。これはね、まあでも掲示板を見てるとこまだまだやる気出ないなって生徒いっぱいいますね。うん、まあ分かります、その気持ちも。うん、でもね、なんだろう、こう気合い入れるのもね嫌いじゃないですからね。私もまあ私も割とスロースターターなイメージもありますけど、特に朝起きるっていうのが私もともとあんまり得意ではないので、うん、なんかさ、でもさ朝ラジオ体操とかしてみたいよねでも本当に朝からちゃんと体を動かすと目が覚めるし、あと朝ごはんしっかり食べると目が覚める。これ私ちょっと頑張ります今年。うん、朝目覚めをよくする、あれ毎年言ってる気がするなこれ誰なの、もう日々の目標ですこれはね。うん、
あとね、こんなメールも届いてますね。うん、神奈川県16歳女の子、ラジオネームマリマちゃん。私はここ1年くらいずっと自分を変えたいと思っているんですが、全然変えられません。言いたいことがあっても誰かに批判されるのが怖くて言えないし、声優をやりたいという夢があるのに誰かにバカにされるのが怖くて言えません。何をやるのにも人の目ばっかり気になって、服を選ぶときも無難なものを選んじゃったりしています。ゴーちゃんは人の目が気になったりしないんですか？いやいやいや、私すごい気になってましたよ。16歳、マリマちゃんの時の年代もすごい私気にしてましたからね。16歳高校1年生ぐらい、1年生とか2年生か。そうだな、その時も私まだ全然あの引っ込み思案というか消極的なタイプでしたし、小学校中学校は私人の目ばっかり気にしてましたよ。なんだろう、発言、これ言ったらみんなどう思うかなとか、なんだろう、これ今言って間違いじゃないかなとか、なんかその正解不正解みたいなのをすごい気にしてて、発言が全然できなかったんですよ。だからね、すごい消極的、嘘だって思うね、言われるんですよ今のお会いする方には。でも本当にね、ただ私が一つの救いがあったのは、5歳からダンスをやっていて、その自分を見せる場が一つあったっていうのはすごく大きかったのかなって今となっては思うんですけど、なんだろうね、不思議なの。そうだから、普段はすっごい消極的なのに、ダンスを踊ってる時だけは自分を見てほしいっていう思いがすごい強くなれる。なんでだろうね。だからそれがずっとそのダンスを習ってきたから自信がついたとかではなくて、ダンスだから自信がついたっていうか、最初からそういう感じだったんだよね。なんか不思議だなって、それ今思ってもなんでかは全然わかんないんですけど、なんか目立つのは嫌いじゃなかったのかなって今思うとそうなんですけど、でもなんか私がその人目を気にしなくなったっていうか、だってさ、声優やりたいってマリマちゃん言ってね、かっこいいじゃないですか。自分の夢をちゃんと持ってるってすごく素敵だなって思うし、ね、16歳でそういう夢があるってなかなかない子も多いと思うんですよ。私これやり将来これやりたいって思えるっていう子もなかなかいないと思うんで、それは本当に自信持っていいことだと思うし、私も小学校1年生の時にモデルやりたいと思って、なんか卒業文集みたいなので私将来の夢モデルって書いたんですよ。だそれをやっぱ男の子たちが、まあそれを見てたかはわからないんですけど、なんかあれみたいな感じで、こう私の方を見てなんか言ってるなと思って、あれモデルって書いたからかなって私思った時に、いいやって、自分がその思いを強く持ってれば、もちろんね、周りに言うのもすごく素敵なことだと思うし、私あの言霊ってあると思うので、周りに宣言することによって叶うものっていっぱいあると思うんですよ。ただでも夢とかって自分が思って強く思ってれば絶対それに向かって頑張れるから、ここに書く必要ないなって思って、私ダンスの先生って書き直したんですよ。もちろんその時ダンスも大好きだったから、そういう思い夢も一つ持ってたので、ダンスの先生に書き直して、でも絶対私はモデルになってやるって思って、まあ、高校3年生の時にセミティのモデルやらせてもらいましたし、全然怖がる必要はないと思います。大丈夫、怖がる必要はないよってね。私もね、昔怖がってた分、すごいその気持ちってよくわかんない、未だに怖いなって思う時もあるけど、そんな私も今ね、こんな大丈夫とか言ってるけど、私の母がすごく今強い母なんですよ。そんな母を見てていいなって、かっこいいなって思ってたんだけど、よくよく昔の話っていうか話を聞いたら、お母さんも小さい頃はあやめとそっくりで、本当に消極的で引っ込み思案で、全然自分の意見言えなかったって、このお母さんがあって私は思って、でその時に、私の小さい頃にそっくりだからあやめも強くなれるよって言ってもらえてから、あ、そうなんだって、強くなれるんだって思って、私そっからもうコロッと変わったのが本当高校1年生ぐらいの時だからね。なんか誰でも強くなれるんだなっていうのもすごく感じたし、なんだろう、自分をなんかこうわーって、自分楽しいって思ってる人ってすごく素敵だなって
自分の夢とか語れたりとか、私これが好きですって言えたりとかする人は素敵だなって思うのでね、全然恥ずかしがることもないし、あと一つ洋服はね、私自分を表現できる一つのものだと思うから、絶対自分の好きなものを買ってきた方がより自信がつくと思う、うん、そこはもう本当に怖がらなくて全然大丈夫だと思う。悲しみを越えて今で、はい、ファンキー加藤さんでマイボイス、やっぱいいですね。なんかもちろんそのファンキーモンキーベイビーズじゃないっていう悲しさもあるんですけど、なんかこうやってね、ソロになっても挑戦し続けたりとかする姿ってやっぱかっこいいなって背中を押されますね。なんか私もまだまだ頑張んなきゃなって今改めて思いましたし、まりまちゃんもね、まあ、挑戦するって確かに怖いんですけど、でも絶対に私ももちろん応援してますし、遠くから見守ってますし、怖がらずに前に進んでほしいなって思います。もちろんこれ聞いてくれてる生徒のみんなもそうですけど、みんなでね一緒に頑張ろうって思っていれば、もうガールズオックスのみんなは仲間ですからね、一緒に頑張りましょう。剛力彩芽のガールズロックス、生徒のみんなからメッセージを24時間受け付けています。全てはこのアドレスから、 www.tfm.co.jp/ロック、ロックのスペルは LOCK。 それではまた明日、剛力彩芽でした。うん、その通り、うん、ゴールキー、俺はもう何も言うことがない。いや本当ですよ、人の目気にしてね、うん、いや気にしちゃうのは分かりますけど、人の目気にするのって鼻毛出てたりとか、うん、寝癖ついてたりとか、うん、爪が汚いとか、そういうのだけ気にすればいいわけであってね、うん、やりたいこと我慢するのはやっぱもったいないですよね。そうね、本当にゴールキー、ありがとう。ありがとうございます。ゴールキー、あゆみちゃんは明日も投稿。未来の鍵を握るレイディオ、スクールオブロックと申します。未来の鍵を握るレディオ、スクールオブロック。2週目ガールズ、広瀬すずちゃんが部長を務める写真部では、友取りグランプリサポーテッドバイ東京ディズニーリゾートを開催中。仲間との絆が伝わる写メを送ってくれ。こちらのテーマです。ロックのスペルは LOCK。 グランプリに選ばれた暁には、写真に写っている全員を東京ディズニーリゾートに招待。どうす、さらには交通費もサポート。教頭の吉田です。学校がね始まったっていう生徒はぜひ友達を誘って参加してほしい、はい、これ何度も言うけれども、うん、友達と行くディズニーリゾート、うん、一番楽しいからね、これ本当にそう、心の底から。友取りグランプリの締め切りは1月の19日、まだ間に合うからみんな待ってるぞ。さあ、もうね、もうねっていうか、さっきから実はいたんだけども、いたんです、隣には。ついにこの生放送教室にもういる、はい、今夜の生放送教室にはグッドモーニングアメリカ先生、よいしょー、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、来たね、来たね、来たね、いやー来ましたね、はい、本物は声の出方が違う、はい、そうね、すごい。ちなみにこの曲はこれグドモン先生の曲ってことで、これいいんですよね、これはね、これ違います、違います、ね、これ違う方ですね、違う方ですね、すね、俺そのつもりでいたんだけど、先ほど分かりました、スクーターですね、これはね、スクーターね、日本人の方ですか、違います、これは外国人、外国の方です、それはなんか申し訳ないな、だけどもまあ、ファイヤー、いいね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 じゃなくて、自己紹介をお願いします。まだしてなかった、いきましょう。ファイヤーのスペルは FIRE。 グッドモーニングアメリカの田田慎とボーカルの金広です。ファイヤー、お願いします。自己紹介までに2分かかった。ありがとうございます。田田慎先生、修吾先生、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエイイエイですよ、イエイイエイですね、本当に。結構僕は、はい、なんか何回か会ってるんですよ。そうなんですね、この生放送教室に来ていただけるのが、はい、約半年ぶりぐらい、半年ぶりですね、はい、6月ぐらいに来ていただいて、そうですね、であの時はね、確か10時台そうなんですよね、はい、とか11時台どっちだったかな、11時台ですね、11時台か、はい、1時間だけだったんですよね、はい、がしかし今回は、今回はなんと2時間でございます。すごいね、いや、よかったですね、よかったね、嬉しいね、ファイヤーの後の脱力がすごすぎる余韻がすぐとろびになっちゃうんだよ、とろびになっちゃうね、
でそれ以降も結構その先行ライだったな、うん、あの30ライブ審査の会場に、はい、お邪魔させていただきました、ね、すごいんだからスクールオブロックね、あの私たちね、はい、その前日にライブだったんですよね、はい、確かね、はい、同じ場所 で、はい、でそこで次の日あれスクールオブロックのね、はい、先行ライオンと第三次審査やってるって言って、はい、たまたま遊びに行って、はい、たくさんいいバンドいるねなんつって、はい、行ったらなんといきなり紹介してもらってね、はい、後ろにグッドモーニングアメリカ先生いるよなんつってそれ言うでしょ、それ言うんだもん、言いますよ、びっくりしましたよ。そしたら私なんと言ったと思います、なんつったんですか、ファイヤー田中先生、はいはいはい、正答率 100% ありがとうございます、間違ったやつ誰もいない、自分で振って自分で言う人初めて、いや気持ちかったですね、いやあの時ありがとうございます、生徒のみんな本当に喜んでました、本当ですか、テンション上がりましたよ、田中先生たまたまって言ってますけど、うん、実は残ってくれてたんですよね、うん、本当に、ね、その時はお帰りになられてもよかったのに、ありがとうございました、ね、いや嬉しい、本当に渋谷でもねお会いしました、そう渋谷の日はねなんとね、はいはい、あの近くの会場でね、で私たちまた、はい、イベントやってて、そうですね、そしたらなんかたまたまね隣でね、はい、なんかスクールオブロックやってるよなんつってね、第三次審査の東京会場だよなんつってね、たまたま行ったらなんと、なんとね、今度ステージの上に上がらせていただいて、そりゃそうでしょ、ね、そこで私なんと言ったと思いますか、なんつったんですか、ファイヤー笑っちゃった、笑っちゃった今ね、笑っちゃった今、なんで笑っちゃったの、すごい気持ちよくてやべえ超面白い、超面白い今日も超面白い、もう個人的には先月もね、そうですね、それまた渋谷で、渋谷でね、あの、うん、ブロードキャストさんっていう芸人さんがいる、芸人さんのイベントにね、そこに僕ちょっとお邪魔させてもらって、そうそう、びっくりしました、グドモ先生もいらっしゃって、そうなんです、そこでも同じイベントにグドモ先生と校長先生が別に、校長先生なんですね、それであってね、そうそうそう、そんでその日ライブあって私たち、そうですね、その時ライブ中なんて言ったと思いますか、なんつったんですか、ファイヤー、いや気持ちいいな、これパターン的にはすかしとかもあるんだけども、そう、ね、すかさないでこう全力投球で全ていく、あ、もう京都が涙流して今すかしと思ったでしょ、なんで泣いてる、すかさないからね、3球全部ど真ん中にまっすぐ逆の逆の逆ね、もうそろそろ打ち返されるよ、本当にね、今日は2時間で12時までよろしくお願いします、ほってりいきますよ、お願いします、そんなですよ、グドモ先生、はい、グッドモーニングアメリカ先生、本日なんとこれメジャーファーストシングルに、はい、なっちゃうんでしょ、はい、でしょ、これ楽しみ、そうですね、なっちゃいますね、タイトルなんて言うんですか、1,2,3 でファイヤー、違う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 激アツっすね、マジで気持ちもバンバンにこもってるし、はい、で、あの C 見ると、はい、勉強とか、あ、そうですね、はい、入ってますよ、参考書とか、はい、そうなの、はい、なんか我が校的に今こう受験でこう大変な真っ只中で生徒がいっぱいいる中なので、はい、本当にこうぴったりな、いや嬉しいです、曲だなって思って聞かせてもらいましたけれども、もう僕的には、はい、あのそのやっぱ自分の可能性とか、はい、うん、やっぱ自分の作とか、うん、なんかそういうのを諦めちゃったりとか、作を作ったまんまとか、はい、そういう方が結構多いと思うし、自分もそうだと思うんで、うんうん、はい、そういうのを全部飛び越えてジャンプしてほしいっていう、そういう後押しができたらなと思うつもりで曲作りました。すごいこう、はい、今のグドモ先生に対しても、はい、実は歌ってたりするのかなとか、そうですね、もう本当に今年の2014年の抱負ですね、さようでございます、さようでございます、さようでございます、はい、なんせ私はね、はいはい、前回も、はい、あの前回ね、初めてスクールオブロックに来校した時も宣言したんですけども、はいはい、半分先生で半分生徒なんで私、そうですね、そうだ、そうなんですね、だからあの今日いつもこの上半裸で上半裸で来るじゃないですか、はいはい、今日ネクタイされてますよ、頑張ってちょっと先生方向に持っていこうと、はい、身を引き締める気持ちでやってきました、はい、ならワイシャツ着てください、確かに、でもいつも脱いでるのが清掃なんで私、それにじゃあ合わせてのネクタイってことでよろしい、さようでございます、写真載せても大丈夫ですか、大丈夫でございます、ウェブにアップしてもさようでございます、あ、ありがとうございます、今ね写真いただきましたね、はい、いただきましたね、今のポーズは何だったの、今の出ちゃいましたね、欲しいな、さようでございますってギャグが欲しい、そうですね、ちょっと林先生に、ね、代行してね、林先生あったからありますからね、あ、まあ、でも今年だから勝負の1年でもあるわけですよ、はい、先生ね、はい、そういったこう気持ちもガンガンにこもってると、ガンガンにこもってますよ、はい、もう勢いと、あとこの曲はあの、うん、初めてプロデューサー入れたので、僕たちにとって挑戦でもあるんで、そういう面であの本当に壁を越えるというか、自分で作った「グッドモーニングアメリカ」っていう作を、越えれたらなと思って、
はい、そういう意気込みで作った曲ですね。さようでございます。本日発売のメジャーファーストシングル、グッドモーニングアメリカ、123でジャンプ、岐阜県16歳女の子ラジオネーム、はるっぺこ、はるっぺこ、123でジャンプ。歌詞が今の自分を後押ししてくれてるようで、とっても好きです。4月から受験生だから、変わるためにもこの曲を聴いて勉強頑張る、うん、今日の放送も聞きます。ファイヤー、ありがとうございます。入りましたね、ファイヤー、うん、ハルペコファイヤーね。いいよ、頑張っていくぞ、ハルペコ。頑張れ、頑張れ、いくぜ、うん、さあ今夜はね、生徒のみんなから今年こそ 1,2,3 でジャンプしたいことを書き込んでもらっていて、はい、話を聞いていこうと思っております。はい、はい、さあ電話来ますよ、楽しい先生。いや、実はですね、はい、私、このスクールオブロックの生徒に、はい、もう電話で直接話すの、はい、すごく夢だったんですよ。ずっとだってね、前回来た時は電話なかったんでしたっけ。なかった。獣化がすごい、話せる獣化がすごい。早く話せろ、話させろ、早く会話できる人間になりたいじゃないんだから。違うんですよ、これはね。生徒、最初の生徒、はい、もう控えてますから、はい、本当ですか。いきますよ、はい、お願いします、はい、もしもし、もしもし、校長の富山です。教頭の吉田です。そしてグッドモーニングアメリカのボーカル金博とベースのタナジンです。どうも、はじめまして。はじめまして。愛知県18歳、鈴木相馬です。鈴木相馬、鈴木相馬、怖がらなくて大丈夫だよ。怖がらなくていいからね、ごめんね、怖がらちゃってね。それだっつって。お手、お手、お手、どっちが飼い主なんだ。相馬、ごめんな、ごめんね。今18歳。はい。ってことは受験生です。どう、今のとこ調子。まずまずです。おお、いいね、いいね、いいね、素晴らしい。この調子で頑張っていくぞ、相馬。で、鈴木相馬、お前がジャンプしたいのは、はい、一体どんなこと？好きな人がいるので、ほら、クラスメートから、彼女でジャンプしたいです。おお、はい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 、しようぜ、頑張ろうぜ。はい。ってことは、じゃあ同じ？クラス、同じクラスです。ちょっといつぐらいから好きなの、ちょっと教えろよ、話を。どういうことだよ、これ。1年半ですね。1年半、最初のきっかけは何？夏休みの補習で、補習か。はい、高2の時のってこと？はい、2年生の、はい、補習の時に、はい、なんか英語ができてかっこいいなって。ほう、うん、この時は同じクラスだった？はい、はい、2年と3年と一緒です。あ、今もじゃあ一緒なんだ。うまいね。はい、結構話とかはしてんの？いや、全然してないです。あら、してないのか。2年一緒なのに。すげえなー、はい、頑張ってるなー、本当だ。だってさ、2年間同じクラスで話せないってすごい大変だよ。そうですね。胸にでも熱い気持ちあってあるんでしょ、そうまん。はい、そうだよね、はい、その気持ちな。もうだってもうすぐ卒業だもんな。そうですね。ぶつけたいな。じゃあずっとその彼のこと好きだっていう気持ちは、はい、もうずっとこうそうまんの中にしまってるままなんだ。そうです。いや、あの、7月に一度、あの、気持ちが高ぶっちゃって告白しました。あ、告白した？はい、去年の7月。はい。え、その時はどうだった？え、ちゃんと伝えられた？その時、その時は、お付き合いの話はまだできませんでした、うん、好きですって気持ちだけを伝えたってことだ、うん、はい。はあ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 。で、そこからまたいつものこう、距離感に戻って今に至るって感じ？そこから距離感というよりも何も距離もないので、距離ないっていうか、そこから何も全然喋ってなくて。あ、そうか。はい、話す機会とかがなかった感じ。はい。アドレスとかは知ってんの？アドレスは、昨日のスクールオブロックの目標が、
話が目標についての話だったんで、そうそうそうだね、聞いてた、はい、聞いてた、聞いたのよ、ありがとう、ありがとう。でそれをきっかけにして、あの今日突破を渡しました。おお、そうか、その好きな方も受験生だから、はいはいはい、突破を上げた、はい、それでアドレスも渡したんですよ。おお、はい、そしたら、どうすら、ちょうどさっき来ました。やだー、やだー、そんなやだー、はい、いやー、すごい、来ました、悲しい先生、大喜び。え、なんて、なんて送って、あ、なんて来たん、それは彼から。普通に名前で来ましたね。はあ、あ、なんちゃらですって言って、はい、いいじゃん。おいおいおい、まだ返してないの。スクールオブロック聞いてって返しました。やったー、やったー、すごい、すごい、なんだよ、どうなってんだよ、すごい。ちょっと待って、ソーマ、はい、なんでスクールオブロック聞いてって返したの、彼に。もうここで聞いてくれてれば、ちょっと、もう気持ち伝わってるかなって。そうま、そうま、そうま、はい、うん、はい、今高ぶってんのか、気持ちはどうなんだ。あ、もう大好きです。よし、ちょっとカメロ先生、高橋先生、はい、オッケーオッケー。これ今聞いてるでしょ、多分、はい、絶対聞いてるよ、絶対聞いてる。どうすか、ね、俺的には、うん、はい、今改めて言っちゃっていいんじゃねえかなって思うんですけど。賛成、どう、はい、どうすか。いや、僕はそっち派ですね。そうま、そうま、いつ言うんだよ、はい、今ですよ。明日だよ、それ明日やるんだよ。フライングが遠いんだ。番組考えてごめんなさい。でもそう、今でしょ、そういうことだよね、ほんと。はい、そうま、うん、はい、行こう、行こう、うん、今行っちゃおう、はい、彼に向けて、うん、準備できてる、大丈夫か、気持ちの準備は。はい、行け行け、好きです、付き合ってください。シンプル、シャーシンプル、いや、いいよ、これ絶対伝わる、今のは。タラシン先生、どうすか。絶対に伝わる。そんなかったら俺が怒るよ。ラブラブラブ、あしゃ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 。いや、そうま、頑張ったな。そう、本当にそうっすよね、マジで。はい、志保先生もこれね。いや、そうですね、僕はあのこの番組終わった後というか、その後に直接やっぱり言ってほしいですね、僕は。改めて、はい、改めてやっぱあの言わないと、ちょっとちゃんと向き合ったことにならないと思うので。そうですね、はい、そっからもう一回彼に考えてもらうとかして、はい、した方が、自分が後悔、しないんじゃないかなっていうふうに思います。はい、はい、うん、そうだね、これとんでもないジャンプじゃないですか。そうっすね、いやでも今のすごいっすね、飛び立ち方半端じゃないよ、そうだ、クリジャンプ今ほんとに勇気いるもんね、ほんとに勇気いると思う、すごかったなぁ。でも気持ちがもう固まってるからね、うん、なんせ1年半ずっと気持ちをコツ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 、はい、コツコツ彼に向けて多分思い続けてた気持ちだから、はい、そういう気持ちって絶対まず気持ちはまず伝わるから、うんうんうん、絶対、あとは自分でね、今カネちゃんも言ったけど、うん、直接、うん、伝えていただければ、はい、もしかしたら、はい、ジャンプできるか、本当の意味でジャンプできるかもしれない。うん、はい、なそうま、はい、よし、ありがとうな。はい、ありがとうございます。またね。はい、受験も頑張れよ。はい、頑張ります。頑張れ。を聞けば聞くほど君の英語力は伸びてゆく。そう、彼らの人生こそが君と志望校をつなぐ夢の架け橋、英語部の架け橋。第162話、ペインとゲイン。ペイン、舞台は日本。アメリカから日本へ帰ってきてキャシーと結婚した茂木純一。山奥で自給自足の生活をするため作っていた芋が次々と収穫の時期を迎え、茂木は営業に行きました。ゲインってあのアンプのね、ギターアンプとかの、はい、ただいま。おかえり茂木。キャシー、あのダメだった。ダメって？スーパーと八百屋さん10店舗回ったんだけど、僕たちの芋、太陽のキャサリン、置いてもらえなかったんだ。あらららら、モギ、最初はそうなのかな。 No pain, no gain。 なんだ、ノーミュージックの、ノーペイン、ノーゲイン。ペインってなんだ、ゲインってなんだ、
兄弟かもしれないな。調べよう。ペインブラザーズ。あった。ペインブラザーズ。ペインは苦痛、痛み。ゲインは儲け、利益。ノーペイン、ノーゲインは苦労なくして利益なしってことか。ノーペイン、ノーゲイン。苦労なくして利益なし。そうだよね。10店舗くらいで悲鳴上げてる場合じゃないよね。確かに。モギ？モギは映画のスターだった。最初は危険なスタントマンやってた。そこからスターになった。モギならやれる。大丈夫。よくないな。うん。そうさ。僕は I'm Movie Star。そう、うん。自信をつけてくれる奥さんいいね。収穫した芋を営業しに行ったら全く取り合ってもらえませんでした。うん、そしたらキャシーに No Pain No Gain。うん、苦労なくして利益なしって言われてハッとしたんです。男茂木純一、明日も太陽のキャサリンを頑張って営業します。また明日。こう男性と女性が一緒に生活をしていくということは、はい、こういうことだね。そういうことです ね、 ね、はい、どっちかが弱っている時にどっちかが支えるっていうね。京都のとこはどうなん。まさにその通りですね。復興、それはつながり。誰もが誰かと同じ未来を信じ、共に今日を笑い合うその瞬間のことである。時は来た。我ら日本ジャパンよ、悲しみではなく喜びを分かち合え。さあ今こそその掴んだマネーと折れない心で何度でも手をつなぎ立ち上がろうではないか。Quiz. Keep and release. 11時になったら日本校バトルクイズ。エントリーするだけで義援金を寄付、さらに掴んだマネーをリリースすれば経済を復興。それがバトルクイズ寄付&リリース。生徒のみんなは普通にエントリーボードにお金の使い道を書き込んでスタンバイするだけ。毎日エントリーした生徒かける1円を災害復興支援の義援金と寄付。そして毎日ウルトラサーバーによって選ばれた生徒1名が電話に出て3択クイズに挑戦。見事正解すると給付金ゲット。しかし残念ながら不正解だった場合は翌日に無制限キャリーオーバー。ってことで本日のキャッシュは1万円です。ええー、じゃんみんな。はい、ええー、じゃんか、うん、今年に入って調子がいい調子、ええー、じゃんか、はい、さあエントリーボードに1万円の使い道を書き込んだ生徒の中から本日ウルトラサーバーが選び出すチャレンジャーは全員一体誰だい。スキーのストックが欲しいという群馬県の親孝行息子です。これ落としてるね、リフトかどっかで多分ストックの。ああそういうことか、ね、これはストックのみ。もしもし。もしもし、工場の電話です。京都の吉田です。群馬県15歳親孝行息子です。親孝行息子、親孝行息子、群馬ちゃんね。15歳ってことで今、うん、高1ですね。高 1、はい、これあれだろう、リフトから落としたな、ストックは完全に。あ、いえ、背が伸びたんです。あ、そういうこと。はい、短いってことも。はい、もう幼稚園の時からスキーやってるんですけど、もう高校1年生になって、まあ、もう10センチぐらい背が伸びちゃったんですよ。今何センチぐらいなの身長。今170超えてますね。はい、あ、もうちょい伸びるな、じゃあ。はい、足痛くなる夜中とか。足今骨が痛いです。ああ、もう成長痛だ。まだまだ行くな、はい、そしたら。はい、そうか、まあ群馬そうだ、スキーやるもんな。はい、うん、そうだね。スキーの板は大丈夫なの。スキーの板は親にこの前買ってもらって。ああ、よかったよかった。はははは。ストックはお年玉と、はい、合わせて買いたいなと。あ、なるほど。はい、ちなみにどこのストックが欲しいとかあんの、メーカーは。メーカーは特には決めてないんですけど、やっぱりいいの買って、うん、やっぱりちゃんと上級者並みに滑りたいですね。うん、いいよ。はい、いや幼稚園からやったら相当うまそうだもんな。はい、やっぱコブガンガンいける。コブは安全型なんであんまりスピードは出さないですけど。ああ、いいね。行こうと思えば行きますね。うん、ああ、かっこいいな。いいね、いいね。ウェーデルでシュ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 行っちゃうわけね。はい、ちょっと今度一緒に行こうや。いいですか。うん、いいですか。来てよ、俺スキーやり、スキー大好きなんだよ俺。こっちでドサンコですけど、うまいですもんね。はい、じゃあ親孝行息子集中して問題頑張るぞ。はい、頑張れ。出題後5秒以内に答えないとカンニングをしているとみなしてタイムオーバーで答える資格がなくなる。問題は一度しか読まないから、たとえ答えが分からなくても勘でもいいから1番2番3番の番号で答えれば OK。 日本高バトルクイズキック&リリース。問題、
親孝行息子。はい。ゲームとか好き？最近はあんまりしてないですね。うん。いくよ。はい。ポケットモンスター Y に登場するポケモンファイヤー。このファイヤーは何ポケモンに分類される？1番炎ポケモン、2番火吹ポケモン、3番火炎ポケモン。ファイヤーは何ポケモン？3番の火炎ポケモン。はい、これは勘知ってる？勘ですね。勘ね、言ったとね、はい、なるほどね。タナシンポケモンファイヤー、はい、炎火吹火炎ときたけれども、分かんないな。どうなの？シュッシュ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 。正解は3番です。やったー、おーおーめーおーめー、火炎ポケモン。タナシン先生もファイヤーしております。祝福のファイヤーをね、揺れながらしてくれてるわ、はい、そうですね。会議場には似合わない格好でやってる。はい、よかったね、親孝行息子ね。おめでとう、はい、うん、怪我しないようにね。はい、ありがとうございます。いいえ、はい、またね、バイバイ。ありがとうございました。いいな、俺も欲しいな、月グッズね。うん、サイトのエントリーボードに給付金の使い道を書き込んで3枚、日本コーバタルクイズギフト&リリース。明日の給付金は1万円です。よろしいね、最近ね、いいですね、ちゃんとね、その調子みんな。先ほど先生、1万円あったら、はい、何ファイヤー、何ファイヤー、やっぱりまだまだ寒いですからね、うん、寄せ鍋ファイヤー。ファイヤー、座ってるところからファイヤーやってくれてる楽しい先生、ありがとう。さあ、この後はお釈迦様っ子クラブマンダラ対花の警備員フランプールが登場。今夜はリュータ&和樹警備員が今まさに受験と戦っている生徒に逆転。さらに生徒のみんなから届いた年賀状もチェックしていくぞ。フランプールロックス、11時7分あー3、4、いいよ、もう40秒だったね。スクールオブロックの生徒の皆さん、新年明けましておめでとうございます。何ですか？もう明けましておめでとうございます。先週やりましたよ。いや、はいはいはい、覚えてますか？覚えてますよ、はい、いや覚えてるけど、やったでしょ、もうやったじゃないですか。覚えてます、先週一発目ね、4人でやりましたよね。そうですよ、新年一発目、2014年、はい、あれもうほんまちょっとなかったことにしよう。いや、でっけへんですよ、もう全然上がんかったもん。だって先週なんでよ。まあ生徒のみんなからね、はい、届いた年賀状、他二人がおったせいでね、はい、もう全然紹介もできへんかったわけですよ。あ、なるほどね。大してなんかそんな面白いことも喋ってないのに、ダラ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 話したことによって、えら暑いね今日、何もできへんかった。あ、そう、そういう、あ、今年はそういうモードなんや。いや、そう、今年はもう真面目に行きたいね俺は。改めて、なるほどね、うん、いや、そうですよ。お、ね、モードのね、皆さんごめんなさいね、なんか選手はね、いっぱい読もうと思ったんですけども、はい、届いておりますね。こんないっぱい送ってくれてね、イラスト、カラフルなイラストでね、手書きで、今なんてこうメール一本ですよ、それこそ。そうですね、そうですね、ね、そうです、ハガキなんかね、もう最近僕年賀状って言えよ。いや、ハガキも年賀状も一緒やん、別に一緒やないやろ。ちょっと待って、そんな熱なんの？ハガキと年賀状は違うやろ。いや、別に一緒やんか、別に形も。ハガキやねんか、これは。だって郵便はがきって書いてるから、全然違うお前。あれやで、当たったりすんねんで、年賀状。いや、そうや、そうや、うちのおかんがもう必死に周りから集めてなんかやってた、毎年なんか。いや、これね、いっぱい送ってくれてね、はい、だからこの中からちょっと何人かの生徒に直接ね、はい、返事を出したいと思ってますんで。そうですね、ね、まあ年賀状の裏には山村の実家の住所も載っけとくんでね、楽しみに待っててくださいね。はい、そうです、そうです、はい、そうですね、載しておくんで、うん、ぜひね、僕の住所、こら、おお、新年一発目のノリツッコミ来ましたね。山村氏の、はい、年賀状ね、これはすごいな。はい、ちょっと僕らちょっとね、そうですね、何人かの生徒、そうですね、はい、ちゃんと書いて山村の電話番号も載せておくんでね。そうですね、はい、楽しみに待ってください。ぜひね、ちょっと寂しい時は電話して、ね、これは曲いきましょうか。あら、この曲は？フランプこうなった？あれ？ちょっと違う。あれ？何で？あれ？誰やこれ？
今聴いてもらっておりますのは、はい、レゴビッグモールの新曲「Wait」きた。というわけですでに発表されてますけども、はいはい、今月24日金曜日恵比寿リキッドルームで行われますレゴビッグモールのライブに僕たちフランプールの出演が決定しました。はい、そうなんですよ。そうなんでございます。イエーイ、来たね、レゴ。レゴにとってはですねこのライブというのは1年ぶりのライブということで、そうですよね、すごく重要なライブなんですけど、うん、そのライブにね、やっぱ僕たちフランプールとレゴというのはそれこそね大阪の松原市、うん、松原市、そうですよ、もう地元も一緒のね、地元が一緒でですね、スタジオもね同じスタジオを使って、そうですね、それで上京してきたのも同じタイミングじゃないですか。そうですよね。ね、いやいや、すごいいろいろね関係がね、そうそう、あるんですよね。同世代ですし、そうですよ。まあだから久しぶりライブするのも久しぶりですね、レゴとね。そうそう、ちょっと楽しみですよ。まあレゴのことを知らない生徒もですねぜひ足を運んでいただきたい、そんな素晴らしいライブになると思いますので、はいはいはい、ぜひ楽しみにしていてください。うん、スクールLock Ladies and Gentlemen Boys and Girls Flum Pool Locks Flum Poolというわけで改めましてこんばんは、花の警備員フランプールロックス、フランプールのボーカル山村龍太です。2014年フランプールは初のベストアルバムをリリース、これをもって全国ツアーに挑みます。ギターの坂井和樹です。はい、そうなんですよね。そうですよね、ベストアルバム、そして、うん、それをもってのツアー、全国ツアーが決まりましたね。が決まったですよ。はい、はい、皆さんのお近くのね場所に行くかもしれないので、そうですね、ぜひ近くのね会場に、そうですね、足を運んでもらいたいと思います。ぜひ、お楽しみに。はい、待っててください。はい、お願いします。さあ、いよいよ、2014年も2週目に入りまして、そろそろ受験、あ、もうそういうシーズンという来ましたか。2文字が、はいはいはい、もう何か重荷のように、まあ今はもうみんな大変でしょうね。常にこう頭の隅っこにこの2文字がある時期ですよ、うん、いやだってもうね掲示板見てても相当そういう書き込み増えてますから。そうですね、みんないろいろね今忙しい時期だと思いますよね。うん、そのセンター試験まであと10日。10日ですか。10日ですか。おお、というわけで今日はですね、受験生の背中を押したいという思いからですね、はい、電話つながっております。お、もしもし。もしもし、フランプールボーカル山村龍太です。ギターの坂井和樹です。埼玉県18歳マミノンです。マミノン、マミノン、はい、高校3年生、はい、調子はどうですか今、順調？今すごい、うん、今までより全然頑張ってるんですけど、うん、スランプで、スランプ、お、なんでなんで、はい、なんか世界史が私すごく苦手なんですけど、うん、めっちゃ本当に今やってるんですけど、うん、なかなか点数が上がらなくて、なるほど、スランプで、ね、はい、本当になんかこのままの勉強法で間に合うのかなっていう不安がすごいです。そっか、世界史っていうともう暗記？はい、暗記ですね。もうこの勉強の話になると和樹さんがもうちょっと黙っちゃうという、うん、そこまで僕センターとか受けたことないんで、はい、センター試験ってさっき俺、センター試験ってテストのことやんなって確認したぐらいやったからね今。そうやで、うん、どっかのセンターであるわけちゃうで、うん、はい、そうそうそう、そう、そのさ、なんか模試とかあったんじゃないの、そういうのって。 ありました、あの判定あるやつですか、はい、そうそうそう、判定ありました。おう、それでどうやったんそれは。そう、夏受けた時は、うん、ABCD の D で判定が、おお、世界史11点だったんですよ。11か、やばいな。はい、でちょっともうやばいと思って、夏休み中とかも世界史を、うん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 、本当にたくさん頑張って、うん、11月の模試だと60点ぐらいまで上がったんですけど、めっちゃ上がったやん、めっちゃ上がったんですけど、11月からがもうずっと今までが伸びなくて、それ以降ね、それ以降が。1日どれぐらい勉強してんの？1日休日は12時間目標でやってて、12時間、うそやって。本当です。うわ、なんか周りの子とかもっとやってる子とかもいて、そう、そんなんなん、テストってそんなんなん。いや、まあまあ受験ってそういうもん、そういうもんない。でも机にずっと向かってるだけで、なんか本当に勉強しながらも不安が募っていくっていうか、で気づくと時間は経ってるんですけど、本当に身についてるのかはよくわかんないです、うん、そう、そんな勉強ってするもんやねんね。してた、はい、山田さんしてた。いや、俺12時間はやってないわ。俺赤本1回見て終わったぐらいやった。俺俺なの衝撃やわ今の。みんなそんなやってんか、すごいな。そっか、行きたい大学は、
国際系の学部が良くて、うん、おいいやん。将来まだ漠然としてるんですけど、うん、海外で働けたらいいなと思ってて、ほーい。でだから英語が一番その試験では重視されるんで、うん、英語も頑張んなくちゃいけなくて、いいやん。俺もでもそういう気持ちでこう大学受けようと思ったもん。海外行きたいっつって、はい、一緒一緒。そう、一緒ですか。うん、一緒。どうな、英語は、英語は得意なんじゃ。英語は、うん、ある程度までは点数取れるようになってきたんですけど、うん、面接とかがあって。え、面接あんの今のセンター試験で。どういうこと、面接って何。センターじゃないんですけど、 あのそういうことか。個別入試の方で面接とかがあって。英語の面接があんの。はい、私立大学なんですけど、第一志望が。あ、そういうのがあんのや。そういうの、面接って何すんの。なんかそれが公表されてなくて。あ、そうなんや。何が来るか分かんねや。ただ多分志望動機とかを聞かれるっていう感じだとは思うんですけど、はい、あ、それ英語で答えるわけじゃなくて。英語かもしれないです。英語で答えるの、それ。そうかもしれないです。怖いです、本当に。無理無理無理、やばいな。そんなきっと俺もう何もし、一言もずっと寒いって終わる。いやいや、そうなるわな。、はい、そんなんねや。そうなんです。あ、それに向けても準備してんねや、じゃあ。はい。そうか、大変やな。世界史もやなあかん、英語もやなあかん、いろいろやな。国語も本当大変です、毎日。まあでも今が一番頑張りどころやもんね。そうですね。でもやっぱりもう途中でなんか全部やめたくなっちゃう時とかがあって。うん、やめたくなる。うんうんうん。はい。でその時はフランツール警備員の曲聴いたりとか、あとライブ DVD ちょっと見たりして頑張ってます。うん、マジで。はい。そんなにね、うん、頑張ってて、はいはいはい、辛くなってる時に僕らのこうやってる音楽が力になる、うん、こんな幸せありますか。いやいや、そうですよね。ありがたいことですよね、それはね。でも俺もそうやもん、受験やってた頃さ、はいはいはい、今もやっぱりいろいろ音楽やっても辛いこととか行き詰まることとかあんのよ。もちろんあるよね。寝られへん夜もあるしさ、うん、でもさ、受験やってる時が一番辛かったなっていう。マジか。音楽やりたいことやからさ、はいはいはい、やっぱ進んでいけんのよ、なんだかんだ。まあ確かに。まあでも俺はもう勉強してる時一番楽してたけどね。お前みんなが勉強してる時ずっとあの本ペラペラお前みたいペラペラめくって、お前。うん、そうやな、そうやな、うん、それでどうなん今それを。え、それやから今もうなんか漢字も読まれへんかったっすよ。今なんか後悔してたから俺はね。確かに。だから今頑張ってほしいよ、俺は。実的にはね、マミノには頑張ってほしい。俺みたいになってほしくないねん。だから頑張ってほしい俺は。反面教師にしてね、センター試験の意味もろくに分かってないけどね。そんな大人になったらあかんぞ。絶対あかん。わかりました。後悔しかせへんから、それほんまに。それだけはちょっとほんま気をつけて。それはちょっとな、うん、確かに今頑張った方が絶対いいから。はい、今じゃあもう頑張ります。いけるよ、いけるよ、絶対。うん、応援してるからね。はい、うん、ありがとうございます。じゃああれやな、マミノのためにちょっとじゃあ今日は、はい、そうやね、ハイドレンジャーのライブバージョンかけるわ。え、本当ですか。うん、うん、すごい嬉しいね。ハイドレンジャー音源化されてへんからね。そうやな、はい、そうなんです。ちょっと聞いて元気になってもらえたら嬉しいわ。これを聞いてるね、はい、他の受験生にも、うん、その一緒にこう、はい、なんか頑張っていこうよって多分みんな思えたと思う。はい、いや、あんまそうやと思う。うん、悩んでるの一人じゃないしね。うん、辛い時はこうみんなで支え合って、はい、こう向かっていこうね。うん、頑張ってね。はい、頑張ります。うん、じゃあ頑張ろう頑張ろう。オッケー、応援してるからね。ちょっとやからね。はい、行こうぜ。行きます。うん、頑張って。はい、うん、ありがとうね、この忙しい時にね。ありがとうございました。うん、ありがとう、ね、本当頑張ってね、はい、頑張ります。うん、はい、バイバイ、さよなら。さよなら。マミノンもね、すげえ頑張ってるし、うんうん、まあでもその中でやっぱ頑張れば頑張るほどこうどこまで頑張ればいいのかと、うん、それってもう常にこう自分との戦いやからさ、やっぱすげえ孤独やと思うんだよね。うん、でもね、もうそんな中でもこう僕らがやってるこの音楽がね、うん、なんかこうそばに入れるようなそんなものになればいいよね。そうですね。まあマミノン以外にもね、いっぱいこういう人いると思いますけども、もう頑張って頑張っていこうぜ、応援してるから。そうね、ハイハナの警備員フランプロックス
すべてはこのアドレスから www.tfm.co.jp/rock www.tfm.co.jp/rock。 ロックのスペルは LOCKL で始まるロックです。それでは校内の見回りに戻ります。アラレンさんさん、ミツランプ、カタツムリを吹く少女、ミッツン、隠れモーモーいじり、ヘリツクベイビー、ヘリクツ、今なんて言った俺ヘリクツ言うたわ、ヘリツクって言ったやん勉強しよう、ヘリクツベイビー、チキピーナッツ、キャベツ畑の主、また来週会いましょう。はい、フランプル山村龍太と坂井和樹です。さあ今日も掲示板に書き込みしてきます。皆さんレッス待ってます。俺みたいになんなよ頑張ろうね、あとちょっと頑張っていこうぜ、頑張ろう、一緒に頑張ろう。ちょっとやっぱふわふわしてんな和樹警備員はね。そうですね、ちょっとね間違えたりなんかふわふわはい。にしてもやっぱり竜太警備員はね頼もしいね。頼もしい、本当に先生だからね。先生か、いや本当の先生なんですよね。そんな警備員をやっぱこう先生にさせない俺たちねいつまで経っても1年経っても2年経っても鬼だよ鬼応援ロックスが来てくれてもいいぐらいなのにね。いいぐらいのですよ。ただまあフランプル警備員は警備員でね、警備員でね今年もやっていただくということで決まってるんで、ね、竜太警備員とのカズ警備の両極端な感じがまたいいですね。両サイドから攻めてくれる感じが。そしてねこれ今聞いてもらってるこれね、はい、これはあの今夜は頑張る受験生のためにフランプル警備員からスペシャルプレゼント、うん、まだ音源化されていない、はい、ライブのみで演奏されているハイドレンジャーを、はい、これずっとね聞いてるよ。これはとんでもないサプライズだったんじゃないですか今日。よかったなみんなな、うん、これマジでフランプル警備員も本当に受験生のみんな応援してるから、してるよ本当に。そうよ、まだ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 耐えていこう、いける、頑張っていこう。明日は我が校の音楽の講師坂田基調の山口一郎先生が登場、新曲グッドバイを発音や坂田ロックス。スクールオブロック、スクールオブロック、未来の鍵を握るレディオスクールオブロック。明日の生放送教室はロッテトッポのスクールブロックバージョン、受験生のための勇気のお菓子 TOPPA トッパスペシャル、2時間丸ごと受験生を応援していくぞ。校長のテーマです。ロックのスペルは LOCK。 明日のトッパスペシャルには受験のカリスマ林修先生が来校、教頭の吉田です。そして今夜の生放送教室にはグッドモーニングアメリカ先生、よいしょー、よいしょー、では FIRE ファイヤーファイヤーファイヤー。いやね、あの楽しみ先生もね、はい、金色慎吾先生も空手時代もお願いしますということで、はい、お願いします。あの正直あの今あれじゃないですか、30分ぶりぐらいですか。そうですね、来てもらったの。そうですね、そうじゃないこの生放送教師じゃないところでもずっと楽しみ先生はファイヤーファイヤーしてくれてるんです ね。でもあのあれですよね、掲示板とかツイッターとか見てくれてたんですよね、はい、そう、ずっと今ねフランプールのね、はい、先生のちょっとね聞きながら、ケビンの、はい、ずーっとケビンか、ケビン、ケビン先生になれないんです。ケビン、確かにこの夏フェスであってな、すぐいじめてやったじゃないですか。いじめてダメだろ確かに、まあグッドモーニング先生だから今日は先生的にはね、はい、そう、でもずっと掲示板すごいたくさん読ませていただきましたよ、はい、皆さんのすごい勉強頑張ってる人もたくさんいたし、うんうん、私が今ね、うん、あの恋してるんだけど、うんうん、さっきの相馬ちゃんみたいに、はいはいはい、告白したいみたいな人もいたりね、逆に今付き合ってる人がいて、うん、その両親に挨拶するためにジャンプした、そこまで、それは相当ジャンプだね。いろんなジャンプしたい人たくさんいましたよ、はあはあはあ、その間にも俺たちこっちでファイヤーが始まると立ち上がってファイヤーしてくれて、はい、そうなんですよただね、そっからね、そのパソコンに定位置に戻る座るときに急に素のタナシンが出てきて、いつでもタナシンですから、ね、ファイヤーファイヤーこっち違うファイヤーなんだ、だから新曲ではない、新曲ではない、洋楽の方、新曲でファイヤーって言ってあげたこのうちできんじゃねえかな、できると思うけど、はい、頑張ります人任せで、明日がね、その木曜日が、はい、林修先生が、そうなんです、マジ、まあね、もうフライング今でしょはもう始まっちゃってんすけど、そうです、ね、正直ね、うん、ってことはもうこれもう入れ替わりってことで林修先生が明日ファイヤーやってくれるってことで、これいいのかな、これ、いやそれはできないで
しょう。それ無理ですよ。でも会いたいね、林修先生に。会いたいっすよ、ね、今でしょ、 VS ファイヤー。こんな対決やばいんでしょ、これ。どんな一種格闘技戦争。これやってみたいの。ちょっと行きたいな、明日も。いや、違うんですよね、うん、そのね、明日ね、はい、だから突破スペシャルやるんですよ。そうね、はい、で年に1回のね、で、グノモ先生 の突破していこう、はい、これ去年からずっとこれね、今かかってるやつお世話になっていて、はい、で今年ももうあの聞かせてもらってますし、うん、はい、さらにこのね、突破のページから見ることができるチョコモーション TV、はい、これの突破スペシャル動画でも書き出してもらっておりまして、ありがとうございます、ありがとうございます。金曜日もね、受験生のみんなに書き出してもらったりとか、はい、本当ありがたいんですけれども、本当にね、うん、なんかさっき何つってました、明日、明日も行きたいってことですよ、うん、本当に。いや、明日はあの本当に受験のプロがいらっしゃる、林修先生って。そうなんですよ。スケジュール的にはどうですかね、スケジュール的には。あ、ノーノー、ダメなの。いや、絶対ちょっとでも今聞いてるね、生徒のみんな、ちょっとそんな怒んないで、本気で。生徒のみんな、ちょっと掲示板書き込んで、みんな最後タナシン見るから、タナシンのファイヤーと林先生のね、今でしょの対決見たいって。対決じゃないんだよ、対決見たいって。格好書き込んだら、もしかしたら何か書かれてるんだよ。受験応援、対決じゃないです、うん、受験応援スペシャルなんです。そっちの方、そっちの方、はい、気持ちだけいただいておきます。応援します、応援しに行きます。じゃあただでも2日連続でその生放送教室来るってこと今までないし、うん、ないないない、来ないでしょ、明日来るはずないでしょ。行くから。嘘、いつ行くの。いや、分かりました。今でしょ、今でしょ、明日だよ、明日の話だよ。でも俺は来ないと思うけど。じゃあ今日魂だけ置いてお帰りください。そう、気持ちだけは。ごますりまくらいからね。じゃあ明日の授業をこう始まってみたら何かが分かるかもしれないけど、ね、俺は来ないと思ってるよ、子供先生。いや、絶対行く、絶対行ってる。貼ってやる。で、グドモ先生、はい、本日ね、メジャーファーストシングル123でジャンプ、はい、そしてさらにね、ライブ DVD、うん、未来へのスパイラルツアー2013、はい、ファイナルアット渋谷オーイースト、はい、こちらもリリースされていますと。はい、ありがとうございます。神奈川県の16歳女の子、ラジオネーム全力ハムスター。全力ハムスター、はい、DVD に収録されているグドモのライブ行きました。おライブハウスでのライブは初めてで、もみくちゃになってびっくりしたけど、本当に本当に楽しかった。元気もらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとう、本当に、こちらこそ嬉しいですね。嬉しい、映ってる可能性もあるってことですよ。確かに、うん、声も絶対入ってるだろうしね、うん、そうかも、声は入ってますね。そうですよね、確実にね。でさらにライブ DVD がこれ2枚組で、はい、未来へのスパイラルツアーのライブと、はい、ファイナルの模様と、はい、ミュージックビデオが、はい、ミュージックビデオ今まで撮ったの全部入ってる。おお、まるっと入ってる。でさらに1月の25日からは、はい、123でジャンプツアー2014が、はい、これスタートすると。ありがとうございます。頑張るぞ、本当に。全部で19箇所、はい、結構たくさん回られて、さらに対バンツアー、はい、どの辺のバンドと対バンする感じですか。それこそさっきね、フランプールが紹介してたレゴビッグモールだったんですけど、そうですね。あとは何に行ったかな、はい、本当、あ、キートークと、キートークかな、うん、今キートーク、はい、キートーク、あとキューソネコガミ、キューソネコガミよく流れるスクールブロック、あとパスピエ、パスピエね、ノーネンが大好き、はいはい、あ、そう、あと寝言、寝言、ね、もうスクールブロックっすね。そうなの、ね、そう、このスクールブロックのチョイスすごいでしょ。すごいね、よく聞いてるでしょ、スクールブロック大好きなんだから。タナシン先生がブッキングしてる。そう、全部タナシン先生がブッキングしてる。そうなのよ。で、僕と京都はいつどこの公演で出れるんですか、これは。いや、来ちゃいますか、ツアーファイナル。あれ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 あね、しちゃいますから、おもてなしするから、遊びに来てください。ぜひ京都と東京も。いや、行きたい、本当に遊びに来たいですよ。今のアドリブじゃないっすよ、ね、今のアドリブですよ。結構いろんなところで使い古してるネタ知ってます。アリネタですよね、今の。アリネタです。ありがとうございます。常にコツコツ積み上げですね、何事もね、はい、うん、どんなツアーになりそうですか、これ今回どうこう、はい、結構あれですよね、チケットほぼもうソールドアウト、はい、うん、そうですね、ありがとうございます。なんすもんね、まあ本当対バンなんで、はい、で、まあ一晩、あの一公演しか一緒で、一緒じゃないバンドもいるんですけど、はい、基本的には、2カ所3カ所、はい、一緒にやるので、うん、まあ本当に、グルーヴを出して、はい、で、あの僕たちだけのバンドだけのグルーヴじゃなくて、お客さんとのグルーヴをどん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 相乗効果で、はい、いいライブが、一日一日思い出に残るというか、そういうライブができたらなと思います、ね、うん、はい、
でこれあれですね、17日からは名古屋、大阪、そして東京、渋谷と新宿のタワーレコードでインストライブも、はい、ありがとうございます。もう大忙しですね、うん、で6月、7月ももう透明版のワンマンが決まったりとか、そうですね、発表になります。そうですよね、はい、で多分8月、8月でフェスにも出るでしょうし、止まらないだろ、止まらないよ、止まらないよ、やっちゃいっちゃやってことは。でもね、さっき掲示板見てたら掲示板見てたらね、何まだグドモ先生初めて聞いたみたいな、今日ね方もいらっしゃって、あ、まあ、それいるか。でも、うん、タナシン先生のファイヤーなんか楽しいから、はい、ライブ行っちゃおうかなみたいな。やったー、お待ちしてます。やったー、待ってるからね、待ってます、タナシンが待ってるぞ。いやー嬉しい、今日みんなと出会えて嬉しい。行くやつはね、もう目いっぱい暴れてこわですよ、本当に。さあ今夜はね、はい、生徒のみんなから今年こそ 1,2,3 でジャンプしたいことを書き込んでもらっていて、はい、お前がジャンプしたい毎日と、毎日を飛び越えて掴み取りたい未来の自分を教えていってもらってるんだけれども、はい、どんどん書き込んで、もし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 、校長の富山です。教頭の吉田です。そしてグッドモーニングアメリカのボーカル金広とベースの楽しんだよ。やめろやめろやめろ。正しいリアクションで。鹿児島県。鹿児島県。18歳のボントロです。ボントロ。ボントロちゃんね。ボントロはもうね、これ今ちょっと緊張してるだろボントロ今。ボントロ。正しい緊張する。正しい先生、慎吾先生。ボントロは。はい。もうグドモ先生のことも大好きなんですよ。あら、本当に。そうなの。ファックスもね書いてくれてね。これ見てください。嘘でしょ。今なんかすごい怯えてたじゃないですか。今ね、先生、慎吾先生、二人が手に取って見てるよ。ファックス。絵が、絵が描いてくれてる。イラストこれ後でちょっとみんなに見せたいな。ありがとう。嬉しい、本当にありがとうね。で、あれでフラゲもしてんだもんね。はい、してます。ありがとう。そう伝えとこう、これは本人いるから。聞かせて聞かせて、ありがとう。一言でもいいよ、一言でもいいから。あ、感想ですか。うん、感想感想聞いた。聞いてて、その明るくてすごい元気のある曲なんですけど、私はもう初めから最後までずっと号泣してました。なんで号泣してんの。俺も泣いちゃうよ。すごいすごい背中を押されてる感じがして、今の自分にすごい合ってるなって思って泣けました。ありがとう、よかった。そういうふうに伝わると嬉しいっす。あ、はい。でボントロは、はい、まあそんな中、うん、こうジャンプしたいことがやっぱあるわけだよね。あります。どういうこと、話聞かせてもらっていい。私は、チキンを克服して田中先生にジャンプしたいです。お、チキン田中先生に飛びつきたいってことですか。でも空いてるぜ。鹿児島からだったら距離にしてどれぐらいなの。多分ね、結構なトランポリンとか何百キロかもしれないけど、ずっと彼女いないからな。年の差関係ないぞ。やめなさい。そこは気にしてね。そこは気にしてたらしいです。アダルトラッシュになっちゃってすいませんね。ボントロ、はい、これさ、どういうこと、チキンっていうのは。どういうこと。私は人と話すのが苦手で、自分の素をこう出せる人と出せない人の差がすごくて、去年も、去年もその人の輪に入れないで一人孤立してることが多くて、でそういう自分が本当に嫌で、それで春から大阪に一人暮らしすることになったの。専門学校にもう受かってんの。決まりまして。進路はもうじゃあ決まってるんだ。はい。あ、おめでとう、おめでとう、おめでとう。それで、その専門が、その専門なんで、その人と関わっていかないといけない仕事なので、変わりたいなって思って、それを目指す。ちなみに何の専門なの。音響です。音響。あ、それで、音響を目指すのも、そのグドモ先生がいたから目指したような感じで。それはどういうこと。昔ずっとやりたかったんですけど、言葉に出せなかったんですよ。でもそのグドモ先生の曲聴いてたら、なんかやらないといけないなって、自分の本当にやりたいことは何だろうなって思うようになって、そのグドモ先生にその背中をされて遠路を決めました。じゃあいつかグドモ先生のライブとかで、なあ
それが夢です。そうだよね。いや一緒にやれるようになってほしいですね、はい、なってほしいですねっていうか、それまで僕たちも頑張ってないといけないですけど、うんうんうん、でもまあそれが、まあ、4月以降の話だけども、うん、まあ、そこでのその普段の生活であったりとか、はい、学校のみんなとこ うまく喋れるかなみたいなところで今ちょっとこうモヤモヤしてる感じ。はい、うん、そか、しかもあれだもんね、鹿児島から大阪に行くんだもんね、うん、はい、うん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 、どうですかこのチキンな自分で、まあ話せる人には話せるけれども、うん、そうじゃない時はこうなかなか自分からこう話すことができなかったりするってことなんですけども、どうですタナシン先生とか。あのね、はい、あのボントロちゃん、はい、タナシンにタナシンタナシン、まあ、言ってくれてるのは嬉しいんですけど、うん、あのね、はい、私もあの本当中学校高校の時はもう あの登下校の時はずっと毎回一人でした、むしろ、うんうん、でそれででも本当自分が変われたのが、うん、やっぱりあのバンドと出会ってからなんですよね、うんうんうん、あの本当にバンドのメンバーと出会って、それまで本当にあの弁当もずっと実は一人で食べてて、うんうん、そうなかなかちょっとあの入りづらいっていうのはすごい、実は俺もこういうやつでね、うん、でそれであのでもすごいバンドずっとやっていく中で少しずつなんかやっぱりなんかあの友達が増えていったりとか、本当になんか自分が好きなことをやってる仲間が好きになれたというか、うんうん、それをやってる自分も好きになれたし、だからどんどんそれで自分が少しずつ出せるようになってきて、今やっぱりツイッターとかでね、確かにあのいろんな人とね写真撮ったりとかして、うんうん、なんかタナシンのコミュ力分けてほしいなんていう風に言ってくれる人もね本当に最近お最近になってたよ、うんうんうん、増えてきたんですけど、はい、で校長ともねこうやってちょっと仲良くなれたし、はい、あファイヤー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 アレンジいらないんだよファイヤーのアレンジはでもね本当にね、それは最初は全然こんなんじゃなかった、本当に、うん、むしろすごく今言ってること本気で真剣に聞いちゃったけど、うん、本当に気持ちわかるから、うんうん、でも絶対あのなんて言うんだろうな、悩むってことはそういう風な自分になりたいってことだと思うんですよ僕は、うんうん、そうですね、未来のそういう風に要するにチキンじゃない自分になれるっていう想像をできるからだと思うんですよ、うん、悩むってことは、うんうんうん、ってことはあとはそれになれるように自分が行動していくだけなんじゃない、うんうん、でも今そうボントロちゃん今すごくいいこと言ってて、自分で自分の道を決めたって言ってたでしょ、うん、言ってたよね、言ってましたよ、音響やりたいって今言ったよね、ってことはそう好きなことを自分で掴み取ってそれを行動してるってことだから、うん、必ずチキンじゃない自分にもなれるから、はい、うん、間違いない、俺が保証する、うんうん、チキン出身の今でもチキンだけど、今俺がこんなに声荒げてるけど、なんで荒げるかって怖いからだよ、本当にもうバンド、うん、もうすごい人いっぱいいるよバンド、うん、バンドじゃないところでもねすごい人いっぱいいるの本当に、それでもすごい声張っていけるのは本当にね自分を信じてる、今自分を信じられるからと思ってるのよ本当に、うんうん、だからボンクラちゃん、ボントロちゃん、ごめん、ボンクラじゃねえ、ボントロだよお前は、うん、本当に今思ってる以上に自分のことを好きになっ、もっと好きになっていいと思う本当に、はい、そこの気持ちをもっともっと信じてあげてたらもっと好きな自分になれると思うから、もっと人と仲良くどんどんなっていけると思うし、どんどん自分が好きな人とつながっていけるようになってくるから、もっと信じていって大丈夫本当に、はい、うんうん、大丈夫かな、伝わったかな、はい、うん、ありがとうございます、ありがとう、で今どんなことを思ってる、今田梨先生から言葉いただいて、うん、本当感激です、うん、ボントロ感激、うん、もう、うん、本当にもう先生ですね、先生だよくしゃー急に生徒っぽくなった、なぜならネクタイをしているからね、今日頑張ってんだよいつもは生徒方向だけどねボントロボントロ、うん、はい、またもし何かあったらタナシン先生も頑張ってるんだって、やっぱ自分に言い聞かせてさ、うん、一緒に頑張ろう、一緒に頑張ったらいいよ、うん、はい、慎吾先生、はい、からも一言いただいていいですか、いや本当に、まあでも田中いいこと言ったな、あ、タナシンいいこと言ったなと思ってまして思ってまして、はい、まあ本当あの僕も転校ばっかで、あの友達をが全然いなかったし、そうだね、まあでも好きなことを見つけて、まあ、僕はギターを中学校ぐらいで、見つけて、そこからギターを引き出して、
でそしたらやっぱ友達がそのギター友達っていうのができるんですよ。そしたらやっぱ今まで浅かった友達っていうのがどん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 深くなっていくんで、あのやっぱ好きなことでつながるというか、好きなことをやって自分に自信を持って、でその自信を持ってなかったとしても、自分のことを好きでいてくれる、一緒にいてくれる仲間をやっぱ自分が好きじゃん、でそれでなんというかそういう人がいるっていうことを自信に変えて、自分を好きになって、そしたらどん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 チキンな自分っていうのが、薄れていくんじゃないかなっていうふうに思います。うん、はい、ので大丈夫か、うん、大丈夫だから、うん、はい、いけるな、これで、うん、はい、な、頑張ります、よし、うん、一緒に仕事するんだろ、グドモ先生とやろうぜ、ボントロ待ってるな、本当にお待ちしております、はい、コツコツやってくんだぞ、はい、ね、楽しい先生も慎吾先生もね、はい、実はそうやっていうことを思いながら、うん、ずっと過ごしてきて、うん、それで言葉にして音にして人前で音楽をやってっていう、今でももしかしたらその続きかもしれないわけですもん、だってね、そうですね、あ、まあ、その繰り返しですよね、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、ということで、はい、黒板のお時間になってしまいました。これはグッドモーニングアメリカ先生にお願いしたいと思います。はい、お願いします。はい、私書いていいですか。これ書くの夢だったんだ初めてだよ、この書くの、本当に嬉しいですね。いきますよ、本当に、はい、あれ前回は慎吾先生が、はい、いや前回書いてないのか、そうか、書いてないのか、はい、慎吾先生だって本当にずっと聞いてくれてんだもんな、スクローブロックをね、うん、地方に行っても聞いてくれてるって話しますから ね感想とかもツイッターとか書いてくれてたりとか、よいしょー、帰ったぞー。さあ、上半身裸ネクタイ姿の楽しい先生が書いてくださった黒板を読み上げていただいてよろしいでしょうか。いきます、はい、自分を愛するファイヤーでございます。少しお話ししていただいてよろしいですか。言いました。息大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫、整える時間与えますけど大丈夫ですか。すごい整いました。大丈夫ですね。あのさっきのボントロちゃんにもすごく伝えたいメッセージでもあるんですけれども、はい、すごいスクールオブロックを聞いてるとすごくひしひしと感じるところなんですけれども、自分がそうだから自分の体験談でしか話せないんですけど、やっぱりなんかすごい人が多くて、バンドやってるとすごい先輩とかも多くてかっこいいなって思う後輩も多くて、比べちゃうとすごいなんかやっぱどんどんへこんでくるんですよね。焦ってきちゃうし、自分ができる人を見ると。でもすごくバンドやってて教えてもらったのが、自分は自分でいいんだなっていうふうにすごく思えて、自分がすごく得意なところ振り返ってみるとすごくあったり、勉強だったら例えばすごく昔はこれできなかったけど今はこれできるようになったとか、昔はなんだろうな、好きな人と全然話せなかったけど今はメール交換できるようになったとか、まだまだ先は不安だけど今あるものをすごくこうやって振り返ってみると、自分にはあるものはたくさんあるんだっていうところをすっごく大切にしてみると、どんどん勇気が出てくるし、もっと自分が好きになれるようになってくるんですね。でも自分が好きになれないとやっぱり他の人も好きになれないし、他の人にもなんか何も届かないなっていうふうなことをバンドやっててすごく気づくことがあって、だから自分を愛する、今自分の持ってるものを大切にしてコツコツ進んでいくっていうのが今日の私タナシンからのメッセージでございます。スクールオブロックブルボンがお送りしました。慎吾先生、タナシン先生、はい、ありがとうございました。今日本当になんかこうチキンなやついっぱいいるし、はい、俺もそうだし、ビビることいっぱいあるけれども、はい、そんな先輩たちがこうしてね、はい、いろんな CD を出して、はい、ツアーに回って全国回ってたくさんの人の前でやってるっていうのが、はい、全てこう証明してくれてますよ、これは。楽しい先生、はい、今日よかったよ。ありがとう。ファイヤー出た、ファイヤー出た、最後に聞けた。本当にね、受験前とかちょっと
外でビビる時があったらトイレとか行ってファイヤーってやっちゃえばいいよ。やっちゃえばいいよ。腹から声出したらちょっとぐらいのビビってる自分なんてどっかあるでしょ。絶対いいと思う。ジャンプできるぜ。そうだよマジで。ちくわあげるから食べるさ。違う、何犬なんだよ。犬種だけ教えてくれよ。また来てくださいね。はい、喜んで。マジで本当フラッと来ていただいて大丈夫なんで。はい、むしろ明日行くからね。明日は林修先生の日なんだっつってんだから。いつ行くの亀ちゃん。今明日行くの。明日は受験生応援スペシャルだから。林修先生がね、来校で突破スペシャルやるんすよ。明日はみんな応援してくんだけれども、だけども2人は明日、はい、行きますか。明日行くからだよ。分かんない、俺は聞いてないからどうなるか分からないけど、気持ちだけいただいておこうかな。こうやって言ってるから、はい、まあ楽しみに待っとく。はい、はい、そうしましょう。スクールブロックは明日夜10時に戦いに行こう。起立、はい、で最後はこちらの言葉をかしこまりました。また今日も言えんのかこれ。最後まで出れた証だ。レ、また明日。